もスプラ大好きエルザです。今回のお題はこちらです。スプラさんの動画から徹底解剖&考察。おーおー、ついに来たかー。です。まさかここに来てスプラさんの発売決定だよね。続編が出ることにいろんな心境があるみたいだけど、何はともあれとても楽しみだよね。好きなゲームの新作はいつになっても心ときめくからね。エルザなんて、動画見て発熱してたのに二度下がったんだろ？そこから目が冴えて、体調はすごく良くなったんだよね。スプラ恐るべし、という横道はこれくらいにして、早速本編に入っていこう。個人的に動画からモデルになったもの推測になるので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、スプラさんの拠点ともいえる場所は、バンカラ町、だ。へぇ、結構ごちゃごちゃしているんだね。そうなんだよね。このバンカラ町は、古くからの人口密集地で、様々な時代の建造物がひしめき合い、混沌の町、とも称されている、ハイカラスクエアから遠く離れたこの町は、1年半前のファイナルフェス以降、急速な発展を遂げたらしい。ファイナルフェス？混沌の町？ってまさか。そう、そのまさかなんだけど、この町はファイナルフェスの、混沌ブス秩序の結果を受けて繁栄した町とも言える。秩序が勝っていると思うと全く違う見た目だっただろうね。ちなみに動画の中でも秩序の町らしきものが見えるから、このあたりも気になるところだよね。それはそれで見てみたいよね。ドルクのコンテンツで出てくれないかな？本当そんなことがあったら、めちゃくちゃ喜ぶよね。バンカラ町についてなんだけど、町の様子を見ると、香港のシャムスイ坊に似てるんだよね。シャムスイ坊は香港の秋葉原とも呼ばれていて、いわゆる電気街だ。スプラのハイテクな感じと、町の建物のレトロな雰囲気がいい具合に味を出してるよね。ちなみにこの町のハイテクとレトロの部分がスペシャルや武器に反映されているようなので、その話は後ほど。全体的な雰囲気として、1や2といったきらびやかな派手さではないが、レトロな雰囲気の派手さがとても気になるところだね。街についてはこんな感じだね。その他の設定についてはは、動画の序盤で出てきたアラノだ。この荒野をよく見ると、スプラ1のハイカラシティに出てきたタワーが映ってるんだよね。同じものかもしれないし違うかもしれないけど、主人の考察としては、フェスの後にハイカラシティで住めなくなるような何かしらのトラブルが発生。それにより住民が大移動を起こし、バンカラ町が発展、という風に考えてるんだ。そういえば、ファイナルフェスで上空を飛行機が飛んでたよね。そうそう、スプラ2の動画にも飛行機があるから何かしらの共通点はあるかもね。ただ、このあたりはヒーローモードなるもので明かされるだろうからとても楽しみだ。さて、ここからはシステムについてまとめていこう。まず新しくなったといえばキャラエディットの部分だね。髪型や衣装だけでなく、目の色まで選択の幅が広がったよね。三つ編みが可愛いよね。三つ編み。そういうことか。そうそう、何かとダジャレが好きなゲームだからね。ここまで来ると笑うよ。ちなみに小ジャケの髪型も選べるみたいなんだけど、一体どういう活躍をしてくれるのかは未知数だよね。もしかしたら、ヒーローモードでは、アイルー的な存在なのかもしれないね。続いてはイカスボーン、だな。携帯型のスボーンになっていて、空中から勢いよく登場するんだ。この効果地点を選べるのはなんとも新鮮だよね。この発射している道具って、なんかに似てるんだよ。ああ、それはこれのことかな？なんだこれ？これは、エスプレッソマシンだよ。エスプレッソ式だと、ポンプなどで強制的に圧力をかけて、短時間で一気に抽出なんだ。そういう意味では一気に発射する共通点はあるよね。いかにコーヒー？ってはなるけど、発射されたら気持ちよさそうだね。そういえばリスボーン派どうなるんだろうね。リスボーンに関しては何とも言えないんだよね。リスボーンに布をかけてあるのを見ると実は開発途中で動かないから、
携帯型が配給されたって感じなのかもしれない。または、最初の入場シーンだけかもしれないしね。続いてはイカロールとイカ登りだ。イカロールは地面や壁を回転しながら飛び出す動きになっていて、いわばドッジロールだね。回避行動になるのであれば、より駆け引きが楽しくはなりそう。お、これなら、超射程武器にも避けながら詰めれる可能性あるよね。そうそう、でも何回でも回避できたら強すぎるからインク消費するのかとか、時間経過なのか気になるところだよね。イカ登りはインクで塗られた壁を勢いよく登って飛び登る動きだ。タコの糸を引いた動きから来てるのかもね。これによりいつもより高い位置から攻撃できるのは楽しそうだね。チャージャーとかならチャージキープからの攻撃範囲が広がりそうだね。そうだね。逆を言えば撃ち落とされる危険性も高いと言えるよね。続いては一部武器の外観変更。今回の動画で発覚したのが、ホットブラスターやダイナモ、96ガロン、スクスロが外観が変わっているんだよね。同系統の武器との差別化が強いようだから、被っているような武器は見た目が大きく変化するかもね。それでも、一部見た目が変わるって結構いいことだね。新鮮味がアップする。そうそう、特に武器に対してマンネリしてるわけではないけど、こういった変化を見つけるだけでもいいよね。大好きな武器のデザインが害悪されないことを祈る。本当にその通りだぜ。今回、動画で紹介されたのは8種類だ。この8種類についてだが、この系統の武器は出ると思っていいかもね。8種類なのか。意外と発表少なかったね。そうなんだよね。でも各部門の武器が出てるからまだテスト段階で選んだって感じなんだろうね。ちなみに出た武器は、弓、リッター、ダイナモ、ロングブラスター、96ガロン、ハイドラント、スプラシューター、スクリュースロッシャー、となっている。ここに登場しなかった武器も多いんだよね。例えば、2で登場したマニューバータネとトラシェルター。もしかしたら、2だけの限定武器になる可能性もあるかもね。え？待ってくれ、スパッタリーハ、スパッタリーハ。落ち着いて、まだ、発売まで1年以上もあるからチャンスはあるよ。それに武器の人気もそれぞれあるから、ここで削除するということはよっぽどないと思うんだよね。続いてはスペシャルだ。今回紹介されたのは3種類なんだよね。3種類ってこれもまた少なくない？まあ、確かに少ないんだけど、この3種類でも十分にファンを満足させるものがあったんだ。まさかそれって、スーパーショットだよ。おお、あの竜巻地獄のスペシャルか、もしかして竜巻撃てるのか？それがちょっと違う感じなんだよね。スパショって発射した時から竜巻が出るはずなんだけど、この動画だと弾が飛んでいってるんだ。もしかしたら、スプラ2の矛ショットみたいな感じかもしれないね。着弾点での爆発が起きてるし、これを利用して、壁に当てて爆発を狙うとか今までと違うことができそうだよね。ほう、それはすごい。それじゃ、他のスペシャル波動なんだ？スペシャルの見た目とか効果もわかってるのか？いや、それが残り2つは謎が謎を呼ぶスペシャルなんだ。例えば、この吸盤ボムが先端についてミサイル、マルチミサイルに近いのかもしれないけど、どれくらいの追尾力なのか、また軌道が直線的なことから使い勝手が大きく変わりそうなんだ。しかも動画でこのスペシャルらしい軌道だけ、発射する時の見た目も全く不明なんだよね。ミサイル系なのかもしれないんだね。でも、この吸盤ボムの表情は何とも言えないよね。本当そうだよね。この表情はいつ見てもいいよね。最後のスペシャルはこのカニ。カニ？いやいや、カニって何ですか？カニ？いや、それがカニとしか言いようがないんだ。しかも丸い球体からカニに変形するという無駄にハイテクなんだ。ただ、口元に銃口らしきものがあるからここから攻撃するのかもしれないね。口？あ、もしかして泡吐かないかな？ああ、それはそれで面白い発想かもね。バブルランチャーの劣化版だろうけど、オバフロみたいな泡が大量に出てきても怖いよね。想像するだけでも楽しいスペシャルだし期待できるよね。
いかがでしたでしょうか？今回派人大の発表から動画を元にあれやこれや思考してみました。まさか、スプラさんの発表があると思っていなかったので、びっくりの一言なんだよね。本当それだよな。そりゃあ、好きなゲームだし寝込んでても起きるわな。いやいや、本当は寝てないといけないんだけどね。でも、スプラさんはまだまだ発表されてないことが多いだろうから、これからがとても楽しみな作品だね。それじゃ、スプラにでもして、腕を磨いておきますか。それでは、ご視聴ありがとうございました。